はいはい、どうも福永です。またまた彩音です。はい、それではですね、今回試乗の方していきたいと思いますんで、お楽しみください。それではどうぞ。慣れてきたんちゃうかな。慣れてきたですね。はい、それではですね、運転の方していきたいと思います。これね、ミッションなんですね、この車。ミッションの運転は大丈夫ですか？もう普段ね、あの車屋さんなんで、運転はまあ、ね、慣れてるとは思います。ただやっぱりね、あの普段乗ってるトラックと違って、やっぱりランクルっていうところで。ちょっとグワングワンなってます。これからね、ちょっと改善していきますので、安全運転でいきたいと思います。これ今2速3速っていう風にギアの方で、ね、切り替えていってるんですけど、すごくよく走りますね。やっぱり結構軽快に走ってますね。すごいスムーズに加速していくんで、うん、走らへんわっていうストレスはもう一切ないです。どうですか、乗り心地どうですかね。思ったより悪くないですね。あ、もっと悪いと思ってます。いや、もうちょっとイメージはもっとどんどん跳ねてって感じだと思いましたけど、なるほど。他のね、あの出てるランクル200とかね、 LX とかに比べるとやっぱりちょっと乗り心地は硬い、やっぱり貨物車なんでね、っていうところはあるかなと思います。ただこう乗ってる感じもこう硬いのが逆に良かったりもするんで、すごくいいです。あ、でも背が高いので景色もよく見えていいですね、うん、あ、見た目の印象がね、うん、こう視界が広くていいです、ね、あの見やすいですね、うん、どうですかね、彩音さん、ミッションの免許、免許持ってます。実は女性では珍しい、持ってるんですね。私は持ってますが、ちょっとね、運転の方は、ね、最近はやってない。はい、もう5年ほど、5年ほど運転しないので。ちょっとどうですか、今日1回女性でも、ね、運転できるかどうか、この車をね、運転できるかどうかちょっと試していきましょうか。そうですね、ちょっと安全な場所で、はい、分かりました。じゃあちょっと広い駐車場を探します。はい、ありました。はい、変わります。ちょっとシート、これは一足ですか？いや、ちゃんとやろうよ、ちゃんとやろう。はい、行きましょう。ちょっと運転してみます。はい、いける？いける？こんな感じですね。ちょっとでも、ちょっとゆっくり行こうか。そうですね、ゆっくり行こう。今ちょっと4速ですけども、ここで4速40キロで4速、これ1速、ニュートラルですね、今ね。1速に入りませんね。入るよ、クラッチ踏んでや。ちょっと私ここ左に曲がる自信がありません。大回りでちょっと車はね、いっぱい来るんで、はい、ちょっと指示器出してね、はいはい、ちょっと前でよか、はい、ちょっと前でよか、はい、左にハンドル切って、はい、はい、もういっぱい来てくださいね。ちょっとなんか免許センターみたいな、はい、これはどうでしょうか。いけるいけるいけると思う。いけるけど、ちょっとこれ危ないな、こっちに入りましょう。自分の道で帰りたいと思います。いや、でもね、ちょっと思いのほかハンドル切っても曲がらないんでびっくりしました、うん、あの小回りね、正直ちょっと効かないですね。効かないですね。まあ、それもいいところっていうことで、ちょっとね、やっぱり練習したら乗れると思うんで、はいはい、はい、いいアングル、いいアングル、撮影者いないですね。そう、後ろの追尾のスタッフがちょっと来てない。どこ行くねってなったんやろな、きっと。ちょっとこれを機に、でもミッション車ちょっと練習したいなと、うん、あ、いいですよね、やっぱり女性の方でね、こういうミッションとか乗れたらね、やっぱりかっこいいし、せっかくね免許持ってるけど、ミッションはやっぱり勉強したいなと思いますね、うん、こういうことも。そうやな、すごく楽しいですよ、乗ってる方は不安かもしれませんけども。もう不安しかないですよね、今すごい運転はね、やっぱり楽しいです。あのミッション車やからこそやっぱり、うん、うん、だんだんちょっと慣れてきたんちゃうかな。慣れてきたですね。慣れてきたですね。いや、でも本当にね、すごく楽しい。よかったよかった、それは、うん、ぜひ普段乗ってない、めっちゃ乗ってるよって人乗ってほしいですね、うん、なるほどね。おお、はい、受け付けてます。大丈夫、ギリ演奏しにくいんちゃうかな、この車もしかして。こんなに私がめちゃくちゃしても演奏しないめちゃくちゃしてもすごい性能がいいってことでしょうか。そうですね、あのこれ特徴としてね、本当にあのエンストしにくいっていうのはね、あの他のサイトとかにも載ってたんで、うん、あのちょっとね、クラッチがつながりやすいなと思います、うんうん、エンストしちゃうとすごく焦るのですね。そうですね、やっぱその辺はね、あと練習とね、そこにも頼って、
乗っていただけたらと思います。それ何ずっとハンクラな今。いやいや、浮かしてます。いつでもクラッチ踏めるよ。なるほどね。こうね、ミッションでクラッチずっと踏んじゃうとクラッチ板が焼けちゃうんで、そこはねちゃんと、ね、ちゃんとうんしてください。万が一なんですけど、この万が一事故した時とかもこんだけねボディが大きいとやっぱり安全面のところとかもいいかなと思いますし、前も長いですね。ねえねえ、エアバッグも付いたんです。そこもおすすめしたいですね。ポイントは高いですね。はい、青ですよ。はい、あ、慣れてきてる。もうすぐ慣れんねんね、やっぱりね。うんうん、やっぱりミッションの免許ある、ね、方、特にね5年間乗ってない方でもすぐに乗ることができるっていうのは、ちょっと待つのやめ。大丈夫ですね。安全に行ける時も困ります。もう全然それも安全運転っていうのは。あ、行けますよ。行けますよ。はい、行けますね。はい。あ、もうバッチリですね。うん。もうバッチリですよ。ほんまですか。ちょっと怖いですけどね。こう。あ、無事に帰ってくれました。まだね。最後まで気を抜かないで、はい。すごく楽しいドライブでした。よかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ニュートラルにして、はい、引いて、OK。おー、楽しかった。ちょっと疲れたわ。はい、今日はランクル70ピックアップの復刻バージョン、こちらの車を紹介していきました。実際にですね、見た目もすごくかっこよくて、あと乗ってる感じ、乗り心地もね、思ってる以上にすごく良かったです。で、4リッターの V6 ということですごくよく走りましたし、実際にあやんさん運転してみてどうでしたかね。久しぶりのミッションやったけど。どうですか、もう女性でも安心して乗れると思います。乗れますか。はい、ということで女性でも男性でもお店の方にねこちらの車置いてますんで、近くに来られた際はいつでも遊びに寄ってください。それでは今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバーイ。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。お店の情報は下の概要欄を見てください。またねー。